はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリフィッシュです。では今回は提督の決断、続きをプレイしていきたいと思います。日付は1942年1月の第4週目ということで、作戦目標ジャワ沖を攻略ということで、すでに攻略を済ませていますので、3月まで防衛をするというのが目標になります。で、今展開している敵艦隊の様子がちょっとわからないんですが、隣接しているのがこのセレベス海、イギリスが押さえているセレベス海なんですけど、ここにねそれなりに資源があって、美味しいは美味しいので、今ここにいる艦隊ですね、ここの艦隊をセレベス海へと移動させようかなというふうに思っています。で、第13艦隊もセレベス海へ、で第14艦隊もセレベス海へ移動させます。で、ちょっと前回までねカクカク動画がしてしまってたと思うんですけど、XP のパソコンでプレイをしてまして、少しねそういう意味で言うとスペック面が追いついていなかったんですが、今回はちょっとキャプチャーのソフトを変えるということで少し手を変えました。で、マラッカ海峡には今第8艦隊と第15艦隊ですね。で、第15艦隊に関してはもう潜水艦で固めてます。なので潜水艦隊みたいな位置づけですね。ここに敵が迫ってきたら困るので、セレベス海を抑えたらすぐにマラッカ海峡へと、艦隊を戻します。で、肝心のですね太平洋戦、対アメリカ戦なんですけど、ここがね結構手こずってまして、今で言うとそうですね、小笠原沖とかに敵が進出してくる可能性が高いので、まずは第7艦隊、いやここはそうだな、新設した方がいいかな、艦隊を新設しましょう。今は艦隊はというと第16艦隊までも作り済みか、なるほど。第15、第16が潜水艦隊になってるんだな。第14艦隊も潜水艦隊ですね。そうするとだ、どうにもならないんで、まずは既存戦力の見直しからしていきましょうか。第1艦隊、今、マーシャル沖にいるんだな。マーシャル沖にいる第1艦隊、第2艦隊もマーシャル沖。で、第3艦隊はラバールか。で、第4艦隊もラバール。第5艦隊はマーシャル沖。なるほど。ちょっと忘れちゃってましたけど、1、2、5が、現在マーシャル沖に入ってますね。では、ちょっと先に1、2、5の艦隊を確認しておきましょう。マーシャル沖の1、2、5艦隊。これちょっとドックに入れないとまずいんで、ドック入れさせましょう。で、トラックにはドックがあるはずなので、トラック沖に艦隊を動かしましょう。ドックが2ありますよね。なので、マーシャル沖は最悪失艦したら下でいいので、大破している艦隊というか、軍艦がいくつかあるんで、これは失いたくない。特に戦艦、巡洋艦クラスは失いたくないので、トラック沖に一旦退避させましょう。軍艦を失わないためというところですね。で、代わりに今トラック沖にいる第12艦隊、いやでもこの第12艦隊もな、失うとちょっと痛いからな。小笠原沖に移動させるには一周で移動できるか。じゃあ一旦移動させて、で、できればこの小笠原沖って敵が進行してくる第一ルートになると思うんで、潜水艦隊をちょっと確認して移動させましょう。第14艦隊は動かせないね。第15艦隊はマラッカ海峡。第16艦隊、
第16艦隊が今レイテか。なるほど。レイテもね、絶対失いたくない拠点にはなってくるんで。そしたら第16艦隊、これを小笠原沖に移動させますか。あと第16艦隊、15艦隊。いや、マラッカ海峡もな、敵が侵攻してくるからな。第14艦隊。第14艦隊を動かしましょうか。第14艦隊は、この後、第14艦隊はセレベスに移動する予定でしたけど、これはセレベスではなく、小笠原に移動させましょう。こんなところでどうですか？で、あとは編成面ですね。空母の方に艦載機が多分多少減ってると思うんで、大丈夫だな。空母の艦載機が減ってるところがあれば補充していこうかなと思ったんですが、大丈夫そうですね。空母艦隊、第3艦隊が空母艦隊になってますが大丈夫そう。で、第9艦隊が軽空母が入ってますが、ここも艦載機はちょっと減ってるか。もともと入ってなかったな、きっと。なので補充していきましょう。まあ、空母に関して言うと艦載機の数がほぼ全てを決すると言ってもいいですからね。艦載機は満帆まで積み上げていきたいところですね。で、第14艦隊まではよくて、第13艦隊もいいですね。井上鳴海中将が入ってますね。で、第11艦隊はまあ従順駆逐艦っていう編成ですね。まあ、この辺りのね、第10、第11艦隊あたりはもう本当に補完的な艦隊になってるんで、決戦兵力としては使えないですね。火力が弱すぎる感じにはどうしてもなってきてしまうんで。で、第4艦隊とかってなんか空母持ってないんだっけ？持ってるよね。第4艦隊、今ラバウルか。これもラバウルから一旦、まあ、戦艦、比叡、これを退避させたい気もするけどな。この辺りも大丈夫そうですね。よし、じゃあ艦隊編成と艦隊の移動はこれでよくて、飛行機の配備ですね、していきましょう。次、小笠原に大量に、艦載機を増やしておいてあげたいけど、もうこれ以上はどうにもならないか。そうなると艦載機の数をちょっとガシッと増やせない？予備が15機、艦上戦闘機、陸上爆撃機、陸上攻撃機が欲しいな。九六式の陸攻か。これをちょっとじゃあ大幅に増やしますか。九六の陸攻、さらに一式の陸攻、まあ一式の陸攻とかってなってくるとね、だいぶしょぼいはしょぼいんですけど、まあ、これもね、ないよりはマシということで、小笠原を一気に増強していきます。で、飛行機をだいぶ使ってしまうので、この後ですね、あと航空機配備をちょっともう一回押しちゃいましたけど、他なんかあるかな。96式の陸攻、これを、さっきマックスまでやんなかった？マックスまで配備して、ここまでかな。これ以上は増やせない設定かな。直縁、護衛、爆撃、雷撃、
そういうことね。そしたら一旦ここはこれにして、航空機と戦艦の作成をしていきましょうか。まずは新規設計とかするよりかは既存の戦艦を作っていった方が安上がりというか早いので吸収で出来上がりますね。あとは建造費ですね。建造費、国の資金が9950、画面の右側の方に出ていて鉄が11000、できるだけ節約したいは節約したいんで、そうなるとどれを作っていくかだな。長門とかになってくると、まあ、強いは強いですけどね。大和もちょっと無理だね。鉄が高すぎる。加賀、あとは尾張、尾張も無理だな。そうなると金剛型をちょっと一隻建造しときますか。いや金がないわ。戦艦一隻作るのにこんなに金がないとはな。あとは空母だな。空母、空母で総流をちょっと建造しておいて、いやこんなに金使っていいのかって話なんですけどね。あとは潜水艦ですね。潜水艦もね、型をねちょっと考えて、安い潜水艦でいいんですよね、正直言って。安い潜水艦でいいんで、潜水艦をいくつか建造していきたいけど、いや鉄がな、このあと増えてくる見込みもないんで、まあそうなると1型を3隻ほど作っときますか。で艦載機、まあ、飛行機ですね。飛行機はどうしてもその消耗品になっちゃいますからね。どうしても消耗品になっちゃうんで、まずはゼロ戦ですね。32型これを生産しておきましょう。できるだけ生産しておきたいんで40機生産しましょう。でゼロ戦以外に、まあ、零戦ゼロ戦、まあ、いろいろ呼び方はあったらしいんですが、攻撃機なんですよね。欲しいのは魚雷を搭載できる97式の艦艇、これをちょっと生産しておきましょう。大量に、大量にって言ってもね、どんくらい生産できるか、資金も丸みも全然ない、しょうがないね。であと未配備艦ですね。未配備艦がいくつかあるんで、建造中か。これらはまだ建造は終わってはいないよね。建造が終わっているのが、姉川が建造が終わってますね。四万十も建造終わってる。これらをちょっと配備していってあげたいな。で潜水艦は今建造中だよね。で、E2321 この辺りは一旦は終わってると。そうなると従順の姉川と四万十、この2隻が配備できるね。今日本にいる艦隊はというと第7艦隊は従順か。ここにじゃあさっきの四万十と姉川を配置していきましょう。まあ従順と駆逐艦、あと軽巡か。まだまだちょっと戦力補強してあげたいけど、まあ、まずはここまでですね。これに、2週間後に空母が出来上がるので、空母を乗せて、まあ、1つの、まあ、それなりの
機動部隊になるかなって感じですかね。で、あとは諜報活動ですが、金があるかという話だな。金は全くない。金が80にしかないんでどうにもならないな。しょうがない、諜報活動は諦めましょう。ではこれで週を進めていきます。セルベス海に突入ということになります。で、ここはもう第6艦隊と第13艦隊両方投入します。で、戦力ちょっと見とくと、13隻要する第6艦隊の方は金剛とアシナ、あとは従順がそれに続くという編成ですね。で、第13艦隊は従順、あとは慶順を中心とした戦力になってます。あとはどこに、敵の飛行場が何隻あるかですかね。そしたらまずは何はともあれなんですが、ちょっと一旦メニューを開いて環境設定で回線の速度を一旦普通に戻しましょう。で、艦隊はね、そのまま動かしててももったいないんで、それらしきものがあるところを中心にさらっていきましょう。で、敵のやっぱりそのいわゆる飛行場がどこにあるかっていうのがわからないんでね、最初はね、ありそうなところを探っていくしかないんですが、今特に雨止んだんで飛ばしていきましょう。まあ、偵察機を飛ばして、どこに飛行場があるかっていうのね。おっと、どこに発見？鳥海よりって言ってるけど、あー、クソ、1個はこっちだな。敵の雨が止んじゃったのが痛いね、こうなると。まあ、こちらとしてはね、できるだけその消耗はねしたくないので、まあ消耗が少ない戦い方をしていきたいですよね。雨さえ止んでくれればね。巡洋艦が大破か。ちょっと夜明けを待ちたかったな、こうなると。ああ、違う違う、日没を待ちたかったですね。雨さえ降ってきてくれれば、また勝機も少なからず出てくるかなという感じなんですが、そしたら戦艦部隊をちょっとあっちの発見している飛行場の方に向けましょう。戦艦の火力の圧倒的に高いんで。14艦沈没か。従順、最上が強沈。最上が強沈か。従順の強沈は痛いな。まあ、戦艦はね、絶対沈められたくない一番の艦艇ですけど、従順も沈められたくないですからね、そういう意味で言うと。で、もうすぐ日没が来るかとなると、あえて
もうちょっと戦力を分散させることにはなりますが、こっちの方に移動させちゃいましょう。この日没を待っていたとばかりに一斉射撃をしていきましょう。いやまだか、ゴタゴタしてるけどまだだな。まだ日没じゃないね。うちの偵察機も出てる通り。さあこれで完全に日没になったんじゃないか。よし、これでもうほっといても、夜明けまでにはこの飛行場1個は潰せるでしょう。でこっちの戦艦部隊ですね、こっちの戦艦部隊も急いで、何14巻大破させられた。鈴谷鈴谷、これも大破か。まあなんとか従順最上一隻を失いましたけど、なんとかなりそうですね。ここは放置してよくて、あとは潜水艦、うん、戦艦部隊が急いで突入してくれればケリがつくかな。まあここにセレベス海に何個飛行場があるか確認をさっきしといたかな、してなかったかなってとこですね。あとはちょっと今遊んでる艦艇がいくつかいるんで、まあ、ちょっとでも早く進めるという意味で前に進めちゃいましょう。ちょっと難しいんですよね、艦隊の行動運動っていう意味では。お、雨も降ってきたな。これ昼間雨降ってほしかったよな。敵の艦隊はいないのはほぼ間違いないと思うので、第二飛行場破壊か。今のが第二飛行場ね。ってことは第一飛行場がどっかにあるはずだ。一応ないとは思うんだけど、その第二飛行場がある可能性がある場所に向かっておきましょう。第三飛行場か、そういう意味で言うと。おそらくこの辺りに飛行場があるんじゃないかなと思うんですよね、一個は。さあ夜が明けるか。まあしょうがないな。もう一個はどこにあるかというと、この辺りにあるんだろうね、きっと。夜明けまでになんとかね、蹴りをつけたかったところですが、戦艦部隊がねダメージを受けなければ、まあ御の字といえば御の字ですからね。でセレベス海さえ抑えてしまえば、
あとはインド洋方面に戦力を集中して、イギリス軍の、アジアへの進出を阻みつつ、太平洋戦に、残りの戦力すべてを投入できるので、少しね対米戦の目処が立ってくるかなというところなんで、そういう意味でも急いでこのセレベス海を攻略した後はジャワ方面に艦隊を転戦させて戦力の増強回復ですかね。さあ、ここに潜水艦じゃないや、敵の飛行場があるかどうかだな。ここに飛行場がなければもうあとは一箇所に絞り込めるかなという感じなんですけど、飛行場はないか。ないね。そうなると敵の飛行場があとありそうなのはここだね。この艦隊運用がね、意外とっていうか普通にというかめんどくさいんですよね。夜が明けちゃうしね。そしたら一個だけ船を動かして漁っちゃいましょう。雨が降って夜がまだ完全に明けきってないって感じだと、ちょっと視界がね狭すぎますよね、いくらなんでも。さあ、夜が明けてきてかつ雨が降ってるっていう最高の気象条件だけど、敵の飛行場を発見できないか。敵の飛行場はここにもない。となるとここだ、ここだな。もう唯一の飛行場はここだ。よし、ここに艦隊を殺到させましょう。まさかと思うけどこっちの方にあるっていうオチだけは勘弁してほしいよな。さあ、君たちどこに行こうとしているんだ。こっちだぞ。まさか、まさかとは思うけどない。そんなまさか。ない、やられた、完全にやられた。おっと、あるじゃないか。危ない危ない。いや、雨だとここまで視界悪くなるか、驚きだな正直言って。またちょっと奥張ってて攻撃しづらいところにいるね。なんかいまいちこの艦隊運用がね、いまいちな感じですけど、まあ、これでただ確実に
飛行場を潰せる状態が出来上がりつつあるんで、なんかぐるぐる渦潮を巻いてるけど早く行ってほしいな。じゃあちょっとここは少し環境設定で回線の速度を上げましょう。もう艦隊戦になることはないと思うので、ここに来て雨が止んだか。一番嫌なパターンだね。戦艦クラスが沈められるのだけは下げたいけど、日没まであともう少しだ。日が落ちてくれ。完全に日が落ちてくれればよし。これで安心かな。ここにいるのは何？ああ急いで転進した部隊ね。まあここはもうでもいないって考えていいんでしょ。さすがにこの飛行場だけ潰せば終わりと思ってて大丈夫だよね。いやー、従順一石失ったってのは結構大きいな。よし、セレベス海は落としましたと。いやー、でも結構痛いね。従順最上を失って、大破してる艦艇もいくつかという感じかな。で鉄5000をドイツからもらえたと。で、今月の作戦会議始めさせていただきますということです。ジャオキ攻略は無事に成功いたしましたということで、前回ね、前々回かな、ジャオキの攻略ができたと思います。これで臨時予算15000、よーし。でドイツから鉄5000もらって、今回臨時予算15000が入ったので、これでまた艦艇を少し増強できますね。で、中将が、高津四郎中将が最も活躍したと。で、次回の作戦目標か。どうしようかな。この後は、マラッカ海峡で、敵を食い止めつつインド洋への進出を図っていくと。ここはですね、もう完全に、まあ、いわゆる道が1本しかないところなので、確実に敵を抑えられるんですよね、このインド洋アラビア海で。で一方太平洋戦はね、結構苦戦することが予想されるんで、太平洋の方に兵を集中する、艦艇を集中するっていう意味で中部太平洋なのか、アリューシャンか。アリューシャンの方に艦艇を割く余裕はないよな。かといって南太平洋、中部太平洋、どっちがいいんだって話だよね。まあ、中部太平洋攻略の方がまだいいよな。はい、というわけで、今回はここまでにさせていただいて、次回はじゃあその中部太平洋攻略戦とともに傷ついた艦艇の再編成とインド洋への進出を図っていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。